どっちかです。今日なんですけどもね、ゆうき足元から、20年秋冬セカンドですね、セカンドデリバリー来たのでご紹介しようかなと思います。で、今回ですけども、ちょっとねボリューミーな感じでデリバリーやったので2つのパートに分けさせていただきます。今回のこのアウター編ですね、アウター編とシャツ、パンツ、デニム編、これで分けさせていただいておりますので、ぜひ2つもチェックしてください。概要欄にリンク貼っておきますのでよろしくお願いします。はい、そんな感じで今回はアウターの方ですね、2型です、はい、ご紹介します。まずこちら、これもね今季の非常に象徴的なというか、アイテム、このスカーフ付きの、まあ、アウターというかディティールですねの、これはね、まあ、ちょっと NA1 っぽい感じのブルゾンですね、アウターでございます、はい、こちらね、スカーフが付いてるんです。これ取り外し可能ですから、もちろん、はい、取り外し可能でございます。こういう風にね、ちょっとこうカシャッと留め具が付いてるので、これで、留めていただいてですね、スカーフのような感じで、ここにはこの今季の、まあ、テーマと、それと、まあ、ちょっとこのキービジュアルというか、はい、キーモチーフみたいなのがパーンと、まあ、オルターエゴって書いてあるね、今季のテーマでございます。はい、ね、これなかなかおもろくないですか。これも非常に象徴的な感じかなと思います。なんとスカーフまでついてきますから、これ、まあ、スカーフ単体で使ってもいいしね。そして今回、はい、これはね、これはもう非常にかっこいい、まあ、チェスターコートなのかな、はい、ただちょっとこう前の合わせがセミダブルかつ肥沃っぽい感じになってます。これめっちゃかっこいいですね。で、生地もめちゃいいです。もう本当に冬のねヘビーアウターっていう感じ の防寒性もバッチリなコートでございます。非常にかっこいい、綺麗なコート入ってきました。はい、って感じですね。この2つでお送りしたいと思います、まあ、じゃあまずはこちらのブルゾン着ていこうかなと思います。はい、どうでしょう、ブルゾンでございます。はい、最初に言っときますか、こちらね、サイズが46、サイズ46でお値段8万9000円でございます。まあちょっとゆったりめの感じかなと思いますね。身幅は広めで、ちょっと丈が短めかなと、ちょっとショート丈かなっていうイメージでございます。どうすか。でね、これなんといってもかっこいいよな。なんかさ、なんかハンガーにかかってるのを見ると、あんまりこの着た時のイメージってつきにくかったり、これどうなんだっていう感じだったと思うんですけど、着てみるとね、ほらかっこよくない？これ なんて言うんかな、これちょっとこの本当にギアっぽいというか、なんかそのなんていうの、すごい、まあ、素材感もそうなんですけど、なんかこう真冬の、うん、雪山とかでも行ける感じのパッと見のビジュアルというかね、すごくないですか、これかっこいいんですよね、これで巻きついてる感じが、ここから始まってグイ、ここに留め具がありまして、グイ来てここで、かつ全然ね、この何、このスカーフマフラーでなんかこの腕の可動域がとか、なんかそういうのが制限されることがないんですよ。やっぱ普通にだから着心地としては、まあブルゾンの着て、まあスカーフ巻いてますみたいな感じなんですよね。どうこれ、新しいですね。でかっこいいんですよね、これね、なんかね、かっこいい、なんかね特殊なスーツみたいな感じの、うん、かっこよくないですかね。こういうことになってます。はい、一応なんでちょっと撮った時のね、撮ったらどうなるのかっていうのもちょっとこうお見せしようと思うんですけど、撮るとね、まあ割とシンプルめなブルゾンになります。ちょっと撮ったの、撮るとこういうことになります。はい、はい、こんな感じですね。これがスカーフを取ったまで、まあ、この状態でももちろん着用いただけますね。だからまあちょっと MA1 っぽい感じなんですけど、この前がね、少しこのジップで前汗がちょっとずれてて、なんていうんですかね、これは僕はあれ昨シーズンのね、なんかこのライダースシャツであったと思うんですけど、あれをちょっとこう彷彿とさせるような感じ、ちょっとライダースっぽい感じの、合わせですね、少し
ちょっとこうずれてる。だからまあ上まで止めてもらって、こういう感じでずれてますね。でポケットが、はい、ここ両側に、まあ、胸ポケットもそうなんですけどついてますと。で、左腕のところに、まあ、これちょっと MA1 っぽいこのディティールポケットですね、はい、それがこれ左腕に1発2発もう1個ついてます、うん、だから なんかこれもすごいしポケットがやっぱ多めなので非常にバッグいらずなんじゃねえかっていうくらい、うん、うん、そんな感じしますね。なんかいろいろ入りそうな財布携帯プラスアルファいろいろ入りそうな感じです。なんかこれでもかっこよくないですか。普通にこの黒の、ボディの生地にちょっとこうジップのねこういうとかここの D 缶ね D 缶のこのシルバーの感じのこのちょっとキラッとした感じがまあ映えるというか少しこうなんかデザインとしてもなんか面白くて、ね、ここにもついてるんですよね。ここにもついてます。なので、まあ、ここの D 缶ねここに合わせていただいてさっきの留め具でまあいろいろさっき僕が最初にしたのは一応まあオフィシャルの付け方というかなんですけどまあもちろん皆さんこの工夫次第でなんかいろんな巻き方をしていろんなところに留めてなんかまあ独自の巻き方を編み出していただければ、ね、まあこれ1枚でさらっとしてもかっこいいしなんかね不思議な新感覚というか感じです。で生地はねこれ本当にMA1 っぽい感じナイロンかなナイロンの生地だと思うんですけどあポリかなポリでした、はい、で若干中綿入ってますね。だ本当 MA1 みたいな感じ、うん、だからダウンみたいなあんなボリューミーにボーンって入ってるわけじゃないんですけど若干入ってるんで軽いしあったかいですね。軽くてあったかい防寒性もあります。非常にそれが特徴かなと思いますね。そんな感じです。なんでまあこう例えばねさっきも言いましたけど別にこれ単体でこうやって巻いててもいいと思うんですよ。こういう風にとかこれで巻いててもいいわけじゃないですか。そうやってああつってとかまあ本当に皆さん工夫次第でいくらでも使えるようなだからなんか機能性もデザイン性も両方こう兼ね備えてるようなアイテムかなと思います。そんな感じでございますね、はい、非常にかっこいいと思います。かっこいいな軽い。はい、そんな感じです。じゃあ次コートをちょっと着ようかと思います。はい、どうすかコートです。これもかっこいいな。かっこいいですわ。はい、最初に言っておきます。こちらサイズ44でお値段13万円でございます。これはシンプルにストレートにドンズバでかっこいいやつですね。もうわかるでしょこれ、うん、こういう感じですね。これはかっこいいわ。これはまあ本当にいいコートだなっていう感じ、うん、シンプルにかっこいいっていう感じですかね。はい、で、まあシルエットこんな感じですね。どうでしょう。これで44なんですけど、まあ、僕が着た印象としては割とね肩の辺はジャストめな感じでちょっとピタッとくる感じですね。で、着丈も結構長めでたっぷり生地使ってる感じですね。で、まあこう裾に向かってちょっとこう広がっていく感じのイメージかな。生地が少しちょっとこう A ラインっぽい感じの、シルエットかなと。この上半身というか胴回り、胴上は割とすっきりめなシルエットなんですけど、裾に向かってこう割とはい。そんな感じです。どうですか。で、さっきもちょっと言ったんですけどちょっとこうセミダブルちょっと合わせがこうなっててでかつ肥沃なので表にボタンが見えないっていう感じちょっとすっきりミニマルな感じですよね。でポケットが、まあ、両サイドにこれもそうかな。で胸ポケットもついてるっていう感じ。この胸ポケットがついてるっていうのは少しこうなんていうんですかユニフォームっぽいというかなんか制服っぽい感じの印象がありますね。で生地ね、生地がこれめちゃくちゃいいです。生地ウールナイロンかな、ウールナイロンだと思うんですけど、非常にこれ割ともう厚手の非常に冬用ですね。冬用の防寒性バッチリの、まあ、ヘビーアウターですね。いわゆる結構厚手です。
結構厚手なんですけど、なんかバリッとしてるような感じじゃなくて、非常にこうソフト、触り心地がめっちゃいいですね。すごいしっとりしてるような、で少し紐があります。なんでこうちょっとこうフラノっぽい感じの、風合いでございまして、非常に肌触りもいいですし、ね、高級感があります。生地めっちゃいいですね。だからなんかこのバリッとした生地でパリッとコートっていうよりは、ちょっとこうふっくらしたような生地で、割とこうシャープな感じのパリッとしたコートをやってるっていう感じの、印象ですかね。ちょっとなんで前もボタン開けてみます。まあ、開けるとこういう感じで、開けてもええと思います。開けるとまあ単純にね、さっきみたいにこうキュッとこうダブルの合わせで、まあ言ったら通常よりキュッと来てるものがこうなりますので、身幅がちょっとこうバッと開いて、割とこうちょっとこうです、なんていうかな、この生地のまあ揺れというか動きというかドレープというかが、この生地の分量感がめちゃくちゃ出てきますね。前開けてもかっこいい。前開けると割ともうちょっとこうなんていうんですかね、豪快な感じになるかな。閉めてるとキュッっていう感じなんですけど、開けてると割ともううわ、もう存在感がね出ますね。割とあ、これはかっこいいコートですね。なんか本当にシンプルに、まあ多分まあそこまでトレンドにも左右されないよう ないいコートっていう感じ。これずっと着れる感じじゃないですかね。かっこいいよね。かっこいい、かっこいいですね。でまあちょっとこうディティールが効いてるじゃないですか。肥沃でとか、ちょっと合わせがこっちずれてる、ポケットがこうっていうんで、まあ、クソ大学生がよく着てるようなチェスターコートとはもう一線を画す感じですよね、クソ大学生がこぞってきてるようなチェスターコートとは一線を画す感じ。あれはちゃうなという、あれは違うよねっていう感じ。かっこいいです、はい、非常にかっこいいのではないかなと思いますよ。これはかっこいいわ。なのでなんかいいコートね、いいコート、かっこいいコート欲しいなっていう方、もうめちゃくちゃおすすめです。めっちゃかっこいいと思います。ご覧の通りはい、そんな感じで、概要欄の方にリンク貼っておきますので、ね、ぜひともチェックしていただきたいのと、基本的に再入荷ございませんのでよろしくお願いします。また合わせてシャツとパンツ編ね、もうぜひチェックしてください。はい、そんな感じです。では。